メガドライブユーザー待望のドラキュラシリーズに最新作が登場。その名もヴァンパイアキラー。今回のヴァンパイアキラーでは15世紀初めルーマニア、トランシルバニアで800人余りの少女の血を全身に浴び処刑された伝説の人物エリザベート・バトリーが魔王ドラキュラの復活を企む。また今回からヴァンパイアハンターとしてエリック・リカードとジョニー・モリスの2人を設定。エリックはムチを、ジョニーは槍を手にヴァンパイアたちに戦いを挑んでいくんだ。ステージもスタの斜塔やベルサイユ宮殿などヨーロッパ各地の名所旧跡が登場。美しく印象的なビジュアルが展開される。ドラキュラシリーズ最新作ヴァンパイアキラーは7800円で3月18日発売予定です。